ん？みよとさん、この前演奏時間並べ替えクイズやりましたよね。やりましたよ。不甲斐ない結果で終わったんですけど、あれって難しいっすよね。別に演奏してる時にこの時間は何分何秒の曲だって考えながらやるわけじゃないから、イメージと感覚でしかないですよね。でもおかげで勉強にはなったかなっていう感じですかね。はい、そんなみよとさんに今日は新しい並び替えクイズをやっていただきたいと思います。おー、好きですね。そして今回並び替えていただくのは課題曲マーチを年代の古い順に並び替えてもらいますと。わー、難しいな。選択肢に自分の世代の曲がバチコンハマれば、まあ分かりそうですけど、昔の曲とか最近の曲とかってなると分からないな。逆に今見てる視聴者さんって中高生が多いので、最近のやつを並び替えたりっていうものはできるかもしれないですっていう点では、僕よりかなり詳しいのかなって思うんですよ。時間が経てばね、忘れていくもんですよ、当時覚えていたとしても。しかも僕ってコンクールは毎年小編成で出ていたので、課題曲には縁がないんですよ。相当記憶力いい人とか、よっぽどの吹奏楽マニアとか、多分そういう人じゃないと難しいんじゃないかな。ちなみに今回って前みたいに2回回答とかってないんですか？今回も回答は2回、差し上げます。前回2回目の回答の時に正解数をお教えいたしましたが、今回は2回目回答時に年代をお教えいたします。あれ？それ結構強くないか？だったらわかるんじゃないかな。一発で当てれればかっこいいけどね、まあ、確実にその2回目の回答の時にね、当てていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。で、今回のマーチはこちらですね。マーチブルースカイ、マーチプロヴァンスの風、マーチグリーンフォレスト、そよ風のマーチ、オーディナリーマーチ、5月の風と。あ、選択肢1個多いな。この楽曲たちを年代の古い順に並び替えていくっていう感じですね。なんか僕が過去に動画で取り扱った楽曲とか、過去に演奏もしたことのある曲とかをどうやら裏で選んでくれたみたいなんですけど、そうだね、なんとなく名前は聞いたことあるやつばかりかな。グリーンフォレストだけはわからん。早速考察していきますか。まず、ブルースカイに関しては、もう僕の動画で何回も言っているように、僕が吹奏楽を中1で始めたんですけれども、その時にやった曲なので2007年で絶対間違いないです。だからブルースカイを基準に、考えていきましょうか。ブルースカイを起点にするならば、プロヴァンスの風っていうのは絶対後半、僕演奏経験がないので。しかもね、響けユーフォニアムで一躍有名になった楽曲っていうこともあるんで、ブルースカイよりは絶対に後ろ、これは間違いないです。ほんでマーチグリーンフォレスト、これは分かんない、情報はゼロ。年代とかが出てくんないと、これに関してはちょっと考えようがないかな。で、そよ風のマーチ、これに関しては僕過去に吹奏楽フェスティバルみたいなやつで合同で演奏したんだったかな。それ違う曲だったかな。なんかね、風のねマーチを演奏したんですよ。風のマーチいっぱいあるんだけど、でもそれこそさっき言ったように、過去にね課題曲のマーチ風多すぎねっていう動画を出したんですよ。その時にそよ風のマーチも出てきたし、それがね前半の方だったと思うんだよね。そよ風と潮風が出てきて、どっちがどっちかだったと思うんだよね。潮が結構最近のやつで、そよが古いやつだったかな。ブルースカイよりは前な気がする。オーディナリーマーチ、オーディナリーマーチ、あれ最近なんか調べたな。最近なんかね、オーディナリーマーチ調べたんですけど、あれいつだったっけ。なんでオーディナリーマーチ調べたんだ。普通のマーチ調べることなんてあんのか。あ、わかった、思い出した、これだ、これこれ、隣のトトロメドレー、前にフレキシブルアンサンブルの楽譜買いましたよっていう動画を出した時に、この隣のトトロメドレーのその編曲が高橋さんだっていう話をしたんですよ。その時に高橋さんの代表曲ってなんだろうなって調べた時に出てきたのがオーディナリーマーチだ。そうだそうだそうだ。で、ね、2010年代以降だったと思うんですよ。ブルースカイよりは後半だったけど、プロヴァンスとどっちが古いのかわからんな。でもブルースカイよりは後半っていうことで、後で考えようか。で、ラストが5月の風か。5月の風は僕過去に演奏したことがあって、めっちゃ鮮明に覚えてるんですよね。思い出があるんですよ。ちょっと待って、5月の風の思い出を語らせて。確か僕がね、高校2年生の時だったと思うんですよね。なんか全校生徒の前で演奏する機会があったんですよ。なんだったっけな、確か
確かね、プール授業の後にそれがあったから、僕メガネをかけてね演奏していたんですよ。でこの曲を披露したと思うんですけど、僕がその時のね担当楽器がグロッケンだったんですよ。でいろんな楽曲を練習しながらのその5月の風の練習だったんで、僕ねグロッケンボロボロだったんですよね。なんか俺だけ公開処刑みたいな感じになって、しかもメガネかけてるから楽譜もちゃんと見えていないんですよ。なんかぼやけて見えるな、でも叩かないとなっていう感じで演奏していて、しかもこの5月の風ってマーチには珍しくて8分の6なんですよ。なんかいろんなことが重なってね、すごい嫌な思い出で残ってますね。で新しいのか古いのかっていう話なんですよね。多分古いです。一応ね1のブルースカイを基準にこんな感じで仮でつけたんですよ。ここからいろいろ紐解いていきたいと思います。プロヴァンスとオーディナリーか、どっちだ。なんかさ、響けユーフォニアムがさ結構まだ最近な気がしているんですよ。って考えたらプロヴァンスの方が新しい気がしているんですよね。オーディナリーマーチ、プロヴァンスの風の順番のような気がします。でそよ風と南風に関して、古い曲だった記憶はあるんだけど年代に関しては全く分かんなくて、8分の6のマーチは最新だから新しいでしょうとか、そんなねわけわかんない理論立てたくないですね。グリーンフォレストって一番古いんじゃないのかな、感覚ですけど。学校に楽譜があったっていうことですよね、演奏したっていうことは。で高校2年生の時が多分2011年なんで、それより前の年に演奏されていて楽譜が残っていた。いやわかんねえな。一応5月の風の方が新しいって推理しておきましょうか。はい、ということで僕の回答はこちらになります。3、4、6、1、5、2。これ一発正解していたらかっこいいですね。さあ果たして正解はどうなんでしょうか。答えをお願いします。そうっすよね。1回で当たるほど俺はそこまで吹奏楽マニアじゃねえ。1問目で正解できなかったので、2回目の回答のヒントとして年代を表示させていただきます。お願いします。これでわかると思います。それでは年代です、こちら。はい、91、97、99、2007、2010、2015、91なんか生まれてねえわ。いやでも俺が演奏してる可能性があるってことでしょ、91年の曲を。だから俺のこの回答の順番でいくと、グリーンフォレストが91年っていうことになるんだよね。でそよ風が97、5月の風が99で、ブルースカイが2007か、でオーディナリーマーチが2010で、プロヴァンスが2015。2007は合ってる、ブルースカイは合ってる。でプロヴァンスを一番最新ってすると2015、その間にあるのが2010だけだから、おそらくオーディナリーマーチ。ほらやっぱり前半なんだよ、前半の3曲がおかしいことになってんだよ。分かんねえよ90年代は、もう夏メロやんけ。いやグリーンフォレスト情報が分からんからさ、どうしたらいいんだろう。修正のしようがないんだよな、一個なんかずらせばいいだけなのかな。5月の風、いや5月の風はこの90年代3つの中で一番新しいと思うんだけどな、違うのかな。でもその推理もさ正直分からんよね。結局グリーンフォレストがあるからさ、それが5月より新しかったらこの推理って全く無意味なんだよね。グリーンフォレストを動かすのはほぼ確定、多分こいつな気がするんだよな、こいつがキーマンなんすよ。いやグリーンフォレストを動かしますわ。5月の風の後に持ってきたいと思います。根拠は分かりません。あとそよ風がワンチャン古いんじゃねえかなっていう可能性。いやでもそれだったらそよ風とグリーンフォレストだけを入れ替えればいいって話になるよな。どうなんだろう。いや直感を信じるよ。はい、2回目の回答463152、こちらで提出したいと思います。それでは正解の方お願いします。一番古いんだ。まあ古いイメージはなんとなくあった。そよ風と潮風で迷ったけど、これが一番古いんだ。そして僕が演奏したね、高校2年生の時に演奏しためちゃくちゃ嫌な思い出のある5月の風が2番目に古いんだ。で最初の回答で一番古いって思っていたグリーンフォレスト、実は3番目だったと。ああここがね
本当に分からんかったんだよ、情報ないし。で後半3つはまあほぼほぼ正解だろうなって思ってはいましたね。ブルースカイ、オーディナリーマーチ、プロバンスの風と。うわよかった、これを機にグリーンフォレストめっちゃ聴き入ろっかな。自分が吹奏楽部に入る前の曲ってやっぱり分からないじゃないですか。それこそ楽器庫に保存されている楽譜をパッて取り出した時に、あ昔の課題曲だみたいな、それを演奏するみたいなことはあるけど、それってあこれ課題曲なんだってなるだけで年代までは覚えないんだよね。皆さんもねお時間ある時、もし興味があればね、昔の課題曲とかを YouTube で聞き漁って、こういう曲あるんだとかね、ぜひぜひ勉強してみてください。僕のおすすめはやっぱり5月の風です。この動画見終わった後にね、ぜひ1回5月の風聞いていただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の企画、なんとか2回目の回答で成功いたしました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。